ある日、子供らの DNA 鑑定した方がいいですよ。と、新聞、雑誌、チラシの切り抜きで、怪文書が届いた。子供は、父親と母親双方によく似ており、疑いの余地はないし、母親も、浮気するような人間ではない。だが、今は、昔より安価でできるらしいし、いい機会だからやってみようかと。夫婦と子供ら、家族みんなで、ワイワイ楽しく盛り上がり、ネットで、好評、普通、悪評のところ、計3箇所に依頼した。どうせやるならと、公的鑑定に。校内をこするだけのやつは簡単で、写真、母印等の方は面倒だった。結果、好評と普通のところは親子判定。悪評のところは否定された。悪評のところに、どういうことかと問い合わせると、申し訳ない、繁殖期、変換ミスらしい、のため間違えた。もう一回、ただで鑑定するから、許してください。と連絡が。まあ、なら仕方ないかと、家族みんな納得して、もう一度送った。またもや否定された。小話風に書いてるけど、これ実は。去年の夏に、我が家に起きた出来事。調べた結果、怪文書は、嫁を陥れようと。嫁が、幼稚園年少の頃に付き合った相手がしたことだった。と言っても、幼いので。〇〇ちゃん、大好き。大きくなったら結婚しようね。うん、いいよ。よくわかってない。と言った、淡い思い出の相手。相手は、嫁と俺の幼稚園から中学までの同級生。相手は、俺のことが、昔から気に食わなかったらしい。あと、嫁の初恋の相手は自分だ。とマウントを取りたかったらしい。そして、俺に離婚されて、傷ついた嫁を優しく包む、お氏様をやりたかったらしい。実際は、嫁の初恋は俺で。ついでに言うと、俺の初恋も嫁。俺は、嫁と、幼稚園から大学まで一緒だし。家も近所で、俺母と嫁母が幼馴染なのもあり、胎児の頃から家族ぐるみの付き合い。学生時代も今も、俺も嫁も、相手と同級生だということ以外に、特に接点がなく、不気味なので、相手家族に知らせ。これ以上、うちになんかしたら、会社、近所、同級生らに、証拠含め、情報公開するぞ。と伝えた。相手がどうなったかは知らないが、もう大丈夫です。何もさせませんので、何とぞ。と言うし、相手は、会社を辞めたらしく、見かけなくなったので、よしとした。DNA 鑑定は、アメリカの会社が、精度は高いが値段も高い。日本の会社は、名の通った会社や、ホームページやネットの評判を見て、きちんとしたところを選んだ方がいいと思う。鑑定が否定された悪評のところは、日本の会社。公的鑑定なのに鑑定をミスるのって、今回の俺らみたいな件はほぼなく、裁判用にやる依頼がほとんどだから、冗談抜きで大変なことらしい。実際、間違えて鑑定した方に、試験官かなんかをミスってたとか言ってた。裁判だなんだと言われてて、うんぬん、と聞いた。